いちなるチャンネルのいっちーとなるです。イエーイ。今日はいちなるの2人でホットケーキを作ります。イエーイ。やったー。ホットケーキ好き？好き。ホットケーキ作るのに何が必要ですか？ホットケーキ作るのにはフライパン。違う。じゃーん。今回はツイッターでも話題になっていたホットサンドケーキっていうのを作っていきたいと思います。なんとフライパンで焼くあのホットケーキをこのホットサンドメーカーで焼くだけでなんと悪魔的美味しさになっちゃうらしい。先生、はい、何ですか？普通のホットケーキとは何が違うんですか？ホットサンドメーカーで焼くことによって両面焼きが可能になります。なるほど。同時に両面から焼くことができる。そしてペラーとなってしまうのをこちらの厚みが出るんですね。なるほど。なるほど。なのであの洋食屋さんとか喫茶店で出るようなふっくら厚みのあるものができちゃいます。純喫茶とかに出てくるような。そうなんです。美味しそうなやつが作れるっていう。フライパンで焼くとさ、しっとりができるじゃん。丸いなんかじゃなくてなんか米田コーヒーとかで出てきそうな外がサクサクなやつができるんだって。食べたい。ということで今回は早速作っていきたいと思います。じゃあこちらのホットケーキ1袋出してください。はい。もうセブンイレブンですよ、こちらは。ね、セブンバー商品ばっかり。セブンイレブン大好き。ほぼ完成。いや、これで食べる人いないでしょ。私は甘い匂いがする。お菓子を作ってる時は粉を出している瞬間が一番楽しいと思っている。ここで終了。そしたら卵を入れる。あら素敵。かわいいね。牛乳 150ml を入れます。はいはい、そしたら混ぜていくよ。さっきなるカレーの歌歌ってたよね、教えて。人参、はいはい、玉ねぎじゃがいも白滝お肉を混ぜたら肉じゃがだよ。次肉じゃが肉じゃが作ってる。肉じゃがです。カレーじゃないよ全然。おお、いいんじゃない。大丈夫。トロトロでホットサンドメーカーの登場です。はい、もうこれのために買ったんでね。じゃあ油を引いたこの A 面に生地を流し込んでいきます。口の少し下ぐらい、あの膨らむのでまで入れていきます。おポン。家にさ、ホットサンドメーカーある？ホットサンドメーカー、これ、あ、これかなんで考えた今。え、どういうこと？ない、こんなハイカラなものは、はい、うちの家にはこんな感じで生地が流し込みました。で今回はなんか縁がこうできるやつです。まずここで今回は IH でやってるんですけど、中火で2分半やっていきます。ちょっとなるちゃん測っておいて。はい、これで多分膨らんでくるはず。 IH すごいね。ね、うちの家はまだ火まだ別にまだっていうか、まあ火の人全然いると思いますけどね。うちの家は火、うちの家も火。あ、IH は、うん、あの揚げ物ができないんだよね。え、できるよ。いや、なんか止まっちゃうの自動で。あ、でもなんか高温になると、行き過ぎるとね。できるっちゃできるけど、やっぱ火の方が強いよね。強いよね、やっぱね。あ、来たよ、膨らんできた。あ、ほんとだ。わかるかな。ね、ぷくぷくしてるね。ちょっと縁がはみ出しそうぐらいでいいらしい。うん、30秒ぐらい。オッケー。あ、いい、プスプスしてる。結構膨らんでね、蒸しパンみたいになってる、うん、え、簡単じゃない？フライパンで焼くより。もう今の時点で。あ、まあ確かにひっくり返す手間がないね。うん、うん、均等に焼けそうね。うん、やっぱ外カリカリっていうのがいいよね。うん、もう私が目指してる想像図はなんかワッフルみたいな感じ、うんうんうん、になってほしい、うん、あ、来た。じゃあ、はい、ここで蓋を閉じます。ほい、あ、閉じました。ひっくり返して、うん、でここで弱火にします。はい、火加減調整。弱火にして4分。ここうまそう、はみ出てるとこ、うん、こういうので卵焼き作る人とかもいるらしい。やー、今度何作るかな。なんだろう。あと餃子、鉄板餃子みたいなやつをギュッてやって作る人もいるみたいな。へー、なんかキャンプとかやってる人は持ってんのかな、うん、確かに、はあ、楽しみ。お腹すいた。めっちゃいいですよね。ね、うーん、よく食べたい。はい、ということで4分経ちました。はい、じゃあちょっと開けていきたいと思います。はい、もう切っていいか。うん、どんな風になってんだろう。それではオープン。で、めっちゃ焦げてる。
まあめっちゃ焦げてた。わあ、すごい感じ。すごい感じ。じゃじゃん、できました。じゃあこの調子でもう一枚焼いていきたいと思います。いいねいいね。どれぐらい入れればいいんだっけ。縁のちょっと下。だから中はそれでいいかな。そしたら中火でじゃあ2分ぐらい行こう。 OK。 もういいんじゃない。うん。じゃあ閉じてくるっとで、よいしょ。はい、くるっとくるっと。よし、じゃあ待とう。よし、じゃあいいんじゃないですか。はい、じゃあ開けていきますか。はい、はい、火を止め止めで、わあ結構焦げてるけど、まあでかでか。やっぱ中火はね強いかも。強いかもね。せーの。おー、かわいい。いい感じ。出来上がり。いいね。4分やってる方がね、弱火、うん、やっぱじっくり焼きがいいのかもね。これ私たちは、IH なんですけど、なんか中火でガッとやると結構焦げやすいので、うん、あの最後にやった弱火で、うん、4分のやつおすすめです。うん。じゃあここにお好みでバターとメープルシロップをかけていきます。はい。いやー、あ、なんかすごい可愛いホットケーキ。じゃあここにメープルシロップをかけていきます。こういう感じ、こういう感じ、こういう感じ、どうなるみたいな。高い高い高い。大丈夫これ。あー、いいよー。おーおー、いいねいいねいいね。ということで完成。これ、あったかいうちに食べていきたいと思います。いただきます。ちょっと縁のカリカリを楽しみたい。うわ、やばい。あのさ、縁のちょっと出たところ、うん、がめっちゃカリカリ。ほんとだ。うん、おいしい。サクサクしてる。ね、うまい。あのパンケーキはもうそのままで美味しいけど、うん、ちょっと物足りなくなった時に、うん、あり。なんかこれさ、うんうん、挟む段階にチーズ入れたりとかさ、なんかやったら美味しそう。うん、ハムチーズとか、うん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 、なんかカリカリがいい人は、うん、プラスアルファで、うん、オーブン、うん、で焼くとさらに美味しいらしいので、ぜひ試してみてください。完食。ごちそうさまでした。美味しゅうございました。美味しかった。めちゃめちゃ美味しかった、うん、めちゃめちゃいい。いいね。うん、全然なんか具材とか入れたりとか、ご飯系でもいけるなと思って。確かに、うん、ホットサンドメーカー一つとってもなんかいろんな料理ができると思うので、うん、ちょっとせっかく買ったからなんか他でも使ってこうね。皆さんもぜひやりたいなと思ったら試してみてください。それではまた明日の動画でお会いしましょう。ごきげんよう。今日もいちなぐ TV を見てくれてありがとう。チャンネル登録や高評価、コメントもよろしくね。 Twitter や Instagram もやってるのでぜひフォローしてね。それじゃあ次回まで、ごきげんよう。